ちょっとブルーベリーの影響でちょっとだけ唇が青い宇多田です。どうもこんにちは。本日は特に予定はあんましないんですけど、暇なのでメイクでもしようかなと思います。っていうかみんなとお話ししようかなと思ってこんにちは。今日のメイクはなよみちゆです。田中ゆいです。こんにちは。ね、漫画みたいな。どうしようかな、どんなメイクにしようかな。皆様は本日は何をしてらっしゃいましたか？仕事はない。でもなんか動画撮ろうかな。皆様は本日どのようなことをしておりましたか？インスタグラムいつも見てる、嬉しい。インスタグラム投稿表、こんにちは。せなとさん、ハートありがとう。お家でのんびりですか？いいですね。私も全く同じです。のんびり暮らしておりますが、ちょっとそろそろ動き出そうと思って、そろそろ動き出そうっていう時間じゃないんですけど。あ、そうでしょう、17期なんか撮影会やってるのをさっき知って、え、こんな面白そうなイベントあるんだって知りました。ガリガリ君何味かな、めちゃ面白そうだったあれね。いいな、いいですね。こんにちは。今日はアットジャムとかもあるでしょ。リップの色好き。あ、そう、スプラトゥーンやりました。私今日スプラトゥーンが今スプラトゥーン3の前夜祭を今日やってて、無料でできるから私もスプラトゥーンやってたわ。妹と交互で。どうしようかな、肌をどこまで作るかに悩んでます今。どうしようかな、肌をどこまで作りましょうか、悩むな。どうしよう今ね、肌か、ここニキビができてたから、ここ見てわかると思うんだけど、ちょっとなんか肌を変えようと思って、あの肌断食っていうのを今5日目くらいかなやってて、まあでもお化粧するときはまあしていいやと思ってるんだけど、でもどうせお仕事なんかファンデーションをした方がやっぱりメイクのこの完成度は上がるからテンションは上がるんだけど、でもファンデーションをするような予定も別にないから、今日はコンシーラーだけにしようかな。初の顔好き？嬉しい。肌断食は例えばお風呂上がりとかに化粧水とか乳液をね塗ると思うんだけど、それをしないっていうやつですね。どうしようかな、ファンデーションを部分塗りするか、そうしようっていうやつ。ほんとそう、ママ夜嵐さんありがとう、しーちやんさんありがとう。これ何、なんかお祭りグッズ？あ、でもちょっと綺麗になったっていうやり方で、え、でも
やってからね、ニキビ、膨らんでたニキビが落ち着いてきて、特に大きいニキビができそうな感じも今んとこはないので、調子がいいんじゃないかなと思ってます。ただなんか肌断食は、あんまり長くやりすぎるのも良くないっていうのを聞いたから、一旦2週間やって、2週間経ったら、どうしようかなって考え中。なんか優しい化粧水ちょっと塗ってみようかな。一旦肌荒れを肌荒れをねなくすことが個人的な目標だから。チアリンがアットマークシンガポールミュージーさん、あ、久しぶり、ありがとう、お子様みたいなの。さよなら、森さん出たい。こんにちは、こんにちは、こんにちは、初。ヤッピー、ヤッピー。よし、ミックしていこう。ヤッピー。このお星様みたいになんて読むんだろう、わかんないけど、ありがとうマリモさん、ありがマリモ。そう、なんか美容液とか塗るといいと思ってみんなたくさん塗るじゃん。もちろん効果があるものもあるんだけど、なんか過度な保湿とかをしすぎちゃうと肌本来のバリア機能が低下してしまうことがあるらしくて、なんか肌が本来のバリアをしようとし、なんかするその機能が低下したりとかしちゃうから、その肌本来のその機能を取り戻すために一回こう何も塗らない期間を作ってみるみたいなやり方らしいです。宮本さんもありがとう。どうしよっかな。私ハマってるものがあるととことんそのハマったメイクとか髪型をしたい人で、今の私の流行りはストレートアイロンで前髪が薄い巻き髪をすることなんですよ。だから今日もそれにしますね。はい。耳穴開けてますか？耳穴開いてます。つまらんて、つまらんですか。そうそう、意外に肌綺麗な人ってさ、何も塗ってませんとかさ、化粧水はハトムギ化粧水ですとか、まあ、ハトムギ化粧水っていうのって結構あの化粧水の中でも結構お手軽に手に入る化粧水なんだけど使ってますって人とか多いんだよね。いる。だからね、だからさ、ハトムギ化粧水なんか意外にね、なんか難しいよね。でもさ、なんかお金かけてさ、やってはいるわけじゃないですか。お金かけてる人も綺麗になりたくてやってるわけだから、なんかさ、この世の中って難しいよな、ほんと。スマブラはね、持ってるけどあんま初子はやらないですね。そう、昨日は吉田カレンの誕生日だったんですね。20歳ですよ、20歳。また今ね、愛媛にいるから直接おめでとうは言えてないんだけど、こんにちは、こんにちは。綺麗な、綺麗になった。その綺麗の木、綺麗の木の感じが違いますけど、それは本当にそのままのそう、おめでとうとは言えてないんだけど、また、え、そう、なんか、え、待って、あ、待って、わかった。あ、待って、まさくまさん、ありがとう。これ花火、もしかしてこれをやったら花火が上がるってこと？すげえ。まさくまさん、ありがとうございます。ペースゴーさん、ほな、ありがとう。しんのすけさんもありがとう。うわ、ちゃんと見てなかった。なるほどな。日向坂カフェ行く、カフェとかやってるんだ。ちょっと行く予定はないけど、あ、ほんとだ。ありがとう。
だれるんです。うわすごい。あ、そういうことか。なるほどね、分かった、ありがとう。分かりました。花火だったのね。ジュウさんありがとう。ランタンさんありがとう。これ星様はなんかここにプロン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 ってなった。でもシュウさん、なんなかったの花火。まあいいか。え、いつにも増して可愛いですか。うれしい。喜び方が気持ち悪い人。うれしい。鏡をやってないって使ってないっていうのがちょっと怖いポイントだけど。やだ、そんな褒めても何も出ませんよ。ダンスの何も出ませんよ。やめてください。こんにちは。こんにちは。スマブラの知ってるキャラクターピカチュウ、ペガピカ。鏡なしでもメイク可能なの。私は今この配信画面を見てメイクしてます。だからこう配信ではちょうどいい色かもしれないけど、ちょっと鏡見たらってなるかもしれない。ちょっと顔がむくんでますね、ずっと寝転がってたから。なんかここ丸くない？なんか丸くなっちゃった、見て。輪郭丸い。やーせよ、やーせる。かゆい頭が。いいですか。まつげはどうしようかな。こんにちは。気のせいか。ありがまどちゃん。中学生カレンちゃんに誕生日プレゼントまだ渡してないです。会ってないしね。名前呼んで。欲張るな欲張るな。今日って何日だ。28か。あ、明日大事な予定あるの忘れてた。まあ大事って言うてもだけど。メイク？メイクは今はヒロインメイクの前アイラインを使いました。でアイシャドウはロム&のベターザンパレットローズバッドガーデン03番。あつ森持ってるよ。こんにちは。私のコメント嫌かな。どうしたの、メンヘラですか。こんにちは。あつ森やってはないな最近っていうか、私は飛び出すどつもりもいくてたねえ。夏も終わるね。
どうしよっかな、なんか顔がむくんでる。最近メンバー内で話題になってる話、最近メンバーと会ってないんだよな。言って最後に会ったのお話し会と全体撮影、メンバーともゆっくり話してないかも。こんにちは。私のこと噂なってる？自意識過剰、自意識過剰や。なんか言え。メイクはね、最初の入った段階で本当の基礎的な基礎、例えば目をもっと大きくするにはとかじゃなくて、本当基礎的な化粧水を塗って、その次に乳液を塗りましょうみたいな、そういう基礎的な話はされた。でもあとは基本的に自分で勉強しましたね、メイクは。こう動画とか見たりとか、なんかやってみていいですね。垂れ目になった。そう、今年成人式なんですよ。振り袖決まってないな。それに来てまーす。来たよ、もうありがとう。そう、今顔面工事中です。すごい、この下のアイシャドウを入れるだけですごく垂れ目になりますってね。メイクさんに、あ、聞いたりはするよ、ここってどうする。あと最初の頃は眉毛がうまくできないとか頼んでたかな。今でもたまに頼んだりはするけど。そう、じゃあ次まつげをあげたいと思います。ラメ塗ってない。まあいいや、まつげ塗ってくやったらでいいや。あ、赤月マンさんだ。かわいい、ありがとう。キュンです。メイクうまい？早い、やったー。このブラシ効果ありましたか？あなたは。はい、サラサラです。気持ちいいですね。こんにちは、僕の友達土日で昨夜のん？あ、花火大会。へえ、行った。いいな、花火大会。花火大会今年、あ、一回見たわ花火。あれ？あれ？私のマスクラしたじゃん。と、もうね、ジョンマイラブが終わって10日以上経つけど、今ぐらいに若干寂しいんだよね。まあまあ引きずりすぎだろって思われそうだから。秘密の話。こんにちは。肉か魚だったら肉派でしょ。お、残念、魚派なんですな。そう、肉も好きだけどね。てか、うん、でも弥生県行ったらいつもサバとか食べる。ねえ、普通以下面白そう。
かわいい、ありがとう。波動ね、やる予定ないんですよね、ごめんね。マスカラってまつげに塗るんですよ。そうなんですよ。これはちなみに、これはマスカラ下地って言って、マスカラをもっと伸びを良くする下地です。まあ、化粧下地とかもあるじゃん。それと同じ感じのまつげバージョンです。お、いきます。弥生県いきます。紫窓さん、ありがレインボースター。かわいいね。だろう、うん。そうそう、弥生行き行きます。あと大戸屋とサイゼリアもよく行きます。最近はサイゼリアの回数が多いかな。紫窓さん、ありがレインボースター。間に合った？カレンちゃんの動画見た？そう、昨日ね、カレンちゃんの、吉田カレンちゃんの誕生日動画を深夜テンションで、実はあれ深夜テンションで昨日の夜作ってるとみんな思ってたと思いますが、実はあれは、昨日の夜というよりも一昨日の夜から本当作ってたんですけど、私のことなんで完成がギリギリになってしまいまして、急いで開けたらちょっとミスってるとこに気づいてっていうのを約4回くらい繰り返して、4度目の正直だって言ってあげたら、結局最後はメンション失敗して、結局成功を1回もしなかったっていうね、動画をツイッターに上げてるんですけど、何回も追消ししちゃったよ。追消ししまくってもうメンヘラちゃんみたいになっちゃったよ。でも結局失敗した。もうこれで完璧と思って、動画の誤字も直したしとかと思って、はいってあげたら、ツイッターの投稿の文も名刺も間違えてた。でももうあれはもうコメントに書いときゃ同じやろと思って、いっかって。私の涙袋を書くコツは、私は目の横幅が小さいタイプなので横幅を音楽も部屋やね、影を普通だったら黒目の下を描くんですけど、私はちょっとこう黒目の下からこのはみ出すくらいまで横に描くっていうのが私の涙袋を描くときのポイントです。こういうのも感覚です。あ、ここでやった方が良いんじゃねって思ってやってるわけです。多分またあと 1年後とかにまたメイクを配信したら、あの時と全然違うメイクしてるってなると思います。755で喜んでた。ゆりさん、何が欲しい。で、鼻筋も描きたいんですけど、私シェーディングだけがめちゃくちゃ適当で、絶対もっと改善する方法はあると思うんですけど、とにかくシェーディングはめっちゃくちゃ適当です。多分もっと勉強したらもっと改善する余地はありそうだなと思っております。本当だ、755で紹介してくれてる、嬉しい。私のあんなクオリティの低い動画を。小川くんさん、ありが金魚。吉田は今愛媛で頑張ってるからね、応援して。吉田とも一緒の期間で出たかったな。ピース。メイクで一番重要なアイテムは、私すごいどれもだ好きだけど、でもこれしないと気分上がんないよねっていうのはまつげかな。マスカラ、まつげガーンって上げるから。普段まつげが上がってたら、おお、なんかメイクしてるぜ
ってなります。こんにちは、まさくまさん、ひろさん、にが花火。松パはね、1回したよ。1回というか2回したことある。1回目はね、結構前にして、何年も前にね。2回目が前鉄大集合の時に気合い入れて松パしてきたそう、だからね、2ヶ月前くらい。今なんか適当に削ってみてる。これ絶対適当すぎて怒られそう、メイクの詳しい人にやった。一応輪郭こ気持ち削ってみた。気持ち輪郭削ってみました。そう、時にした。でもやっぱ1ヶ月経っちゃうと落ちてくちゃうね。あ、またなんか気合い入れずぞー気合い入れずぞー、今すんごい髪型、気合い入れるぞ、気合い入れるぞっていう時にやろうと思います。まつげパーマっていうのは5000円くらいかな。もう人とこにところによりますね。今日涙袋にピンク入れてない、軽くね入れますの方がちょっとデカめ効果。 あと涙袋で良いと言われてるのがあって、コンシーラーをかける。まつげガーン、ね、カレンちゃんの呼び方わかんないんだよ私も。なんかカレンちゃんがさ、昨日誕生日お祝いしましたみたいなツイッターの、坊ちゃん劇場のツイッター見て、集合写真とか見て、うわーなんかいいなー、なんかこれから始まるんだなーってし思いましたね。何言ってんのかわかんないけど、私もね実は誕生日を祝ってもらったんですよ、みんなに、ジョンマイラブの皆さんに。でもねちょっとね動画とか撮ってなくて、思い出としての残ってんのは頭の中しか残ってないんだけど、そう、動画とか撮っとけばよかったと思ってくる。まあ、でもサプライズだから、ハスクが携帯回してくるのもおかしいよね。まあ、絶対そう、そうなの、ね、誕生日ね時ねあったから、ね、でもなんか。そう、誕生日の日、本当は盾返しっていうのが、あの私が話してる話は、私が前出てた舞台のジョン・マイ・ラブっていう舞台の皆さんに誕生日を応援してもらったよっていう思い出話を話してるんですけど、ちょっとね、急に私話が突拍子もなく始まるからついてこれない方いると思うんだけどっていう話をしてて、私が誕生日の日に公演があって、愛媛県のその坊ちゃん劇場っていうところ でジョン・マイ・ラブの公演がその日もあって、で本当は本番の前って必ず盾返しっていうのがあるんですよ。そう、盾返しっていうのがあって、盾を返して薙刀を振るって、でその盾の最初のオープン M1、M2 っていうその盾をやる曲があるんですけど、そこを必ずやって、でその後に必ずこの曲をやって、でみんながメイクとかして本番っていう流れが必ず決まってるやつがあって、で本当はその盾返しの時にお祝いしてくれる予定だったらしいんですけど、私その日誕生日の日に喉を痛めたっていうか、喉が出なく声がカスになっちゃって、カスカスじゃないんだよな、リンパ痛くなっちゃって、ここら辺が声は出るけどだったかな。でも痛くて、もしかしたらこれ私一回前公演の時にちょっと喉違和感あるけど声は出るなと思って本番迎えたら、本番の途中で声カスカスになっちゃったことがあったから怖くて病院に連れてってもらったんですよ。でも病院に行く時間が確か朝公演だったから、病院に行く時間がなくて、公演前に盾返し出てたら、だから本当は盾返ししてる時間に盾返しをお休みさせてもらって行ったから、本当はそこでお祝いしていただける予定だったらしいんですけど、いなかったっていうね。誕生日の日からとことんついてなかったんですけど、誕生日の日はその私はもうそんな喉を痛めるっていうとことんついてないぶりを発揮したんですけど、でもその後終演後にお会いしていただけて嬉しゅうございました。あ
ーキーは行ってないな。こんにちは。あの赤ちゃんは、あの人形の赤ちゃんは東一郎って言って、私がジョン万次郎っていう偉人がいらっしゃるんですけど、日本にはそのジョン万次郎の妻の役をしてるんですけど、赤ちゃんが生まれるんですよ。その赤ちゃんです。マサさん、ありが花火。そう、その赤ちゃん実は二人出てきてて、劇中にはよく映ってるのは東一郎っていう男の子なんだけど、もう一人京ちゃんっていう赤ちゃんもいるんだけど、実は東一郎はこう私が最初にこう抱っこして出るから、写真いつもその休憩時間の間で撮ってたんだけど、京ちゃんは実は劇中でもほぼほぼさ、あの触れることがなくて、でいつもどこにいるのかが分かんなくて、あんまり写真撮れてないんですけど、一回だけ撮りましたね。マサさん、ありが花火。そうだよ、鉄だよ、鉄だよ、そうだよ、鉄だよ、そうだよ。高知のジョン万次郎のところはすごく行きたかったんだけど行けなかった。あそこは車がないと厳しいじゃん。そう、車がないと厳しいらしいんだけど、ちょっと車もなくて運転もできないからさ、行くなら誰かに頼まないといけないから行けなかった。今から髪の毛巻いていきます。必見。最近こう韓国の方がよくこうやる巻き髪あるじゃないですか。あれをねやりたいのよ。あれをやりたいんだけど、あれって大体どれ見ても基本的にはストレートアイロンじゃなくてコテで巻いてるっていうのがあって、で私は今この手元にストレートアイロンしかないんですね。コテをあのもうコテが壊れちゃったから、昔使ってたの。そうだからストレートアイロンで巻かないといけないんですけど、最近私はストレートアイロンでその韓国のちょっと余震盛りっていうんですか、ちょっとよくわかんないんですけど、韓国の方がよくやってそうな巻き髪をする方法を編み出したんで、今日はそれをですね紹介したいと思います。多分みんな、まあ、8割方男性、いや9割方男性だと思うんですけれども9割方男性なのであんまり重要はないと思いますが、これをもうちょっと、まだでも言って2回目なんで、やるの2回目なんで、これをもうちょっと自分のものにしたら YouTube にでもあげたいと思います。目いった。うん、中身にゴミ入ってる。一旦このような私の前髪は今とても伸びております。はい、このようにものすごく伸びています。実はものすごく伸びているので、このようにして分けないと目にかかってしまいますね。で、あ、ちょっと一旦前髪はカーラーで巻いとこうかな。多分前髪になるであろう部分がここら辺なので、これはカーラーで巻いとこうと思います。まあ見てきなさい、まあ見てきなさい。これ切らないで前髪できるのと思うと思いますが、まあ見ていなさい。この長い前髪もね、いい感じにするから、まあまあ焦らず見てきなさい。はい、そして成功するかわからないんですが、私は
私って A 型に見えませんか、もしかして。私って A 型に見えないとかありますか。 A 型なんですけど、最近でもないんですけど、舞台の方に C ちゃんにめちゃめちゃハッツって AB 型か B 型でしょって言われたんですけど、バリバリ A 型です。 AB 型か B 型でしょってちょっとなんかね、ちょっとなんかね、とにかくひたすら毛先は外で大きめのウェーブをするんですよ。でまあうち今回この巻き方をひたすらやるっていう、あの変えないっていう、ひたすらこの巻き方をする。前髪めっちゃ伸びたのよ。なんかね、舞台の方が女性の方みんな前髪が長くて、そうみんな前髪がなかったから、なんかそれに影響されて私も自然と伸ばしてたから、そう、あっつも好きだけど分けてるのもいい。いやバーディー家族全員 A 型かも。A 型一家ですね、私は。母も父も A 型で、姉も私も、あ、結局みんな A 型です、6人。シャンプーは今ね、前はケラスターゼっていうちょっと高いの使ってたんだけど、今は、最近は何使ってるのかちょっとよくわかんないの使ってます。全員 A 型だ。ただひたすら外、毛先、服が黒だからわからないんだよな。いや着替えるのよ、今日着替えるのね。着替えるから服あるんだけど、いやめんどくさいから、それでいいや。トゥ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 、ルンちゃん、こんにちは。猫いるよ。今はあっちにいるな。ママの初で、今初かに直で会えるの特にないんだけど、また決まったら教えるね。そう、私ね、血液型なんかさ、血液型でこう性格診断するのあまりなんかっていうのあるけど、まあでも確かにこう血液型で、あっぽいわって思うことってあるじゃないですか。血液型で人を判断するのはいけないと思うけど、あ、確かにこの血液型っぽい人だなとか思うことはあるじゃないですか。私 A 型っぽくないんだよね、あんまり。あ、でもね、あ、自分 A 型だなって思った瞬間は、なんか綺麗好きとかじゃないんですよ、私特に。だからその面で本当になんか A 型っぽくないなって思われるんだけど、あと性格とかもね、わかんないけど、あんまし A 型っぽくないなって思われるんですけど、掃除とかを始めたらマジ隅っこまで綺麗にしますから、始めたらね。てか片付けは苦手なんですよ、基本的にね。片付けは苦手なんだけど、掃除はね、好きなの。始めたらね。始めるまで長いけどね。そう。始めるまで長いんだけど、始めたら強いよ。もうピカピカにするから。任せて。始めたらね。あと、基本的にそう、始めたら長い。始めたら長いじゃない、始めたら綺麗。そう、しょっちゅう片付けてる。あの、片付けはね、異様にできないのよ。あの、自分でも理解してるんだけど、異様に片付けができないのってことに気づいてる。自覚症状あり、自覚症状ありよ。ありありのありだからね。まあ、自覚症状あるだけね。みんなはさ、自分の友達や彼氏彼女が
片付けできない人だったら辛いなって思う。私さ、ほんと片付けができないからさ、なんかさ、友達とかさ、私の片付けできなさどう思ってんだろうってすごい心配になるし、うん、もし将来こう恋人ができた時とかにきっと片付けができない私は幻滅されるんだろうなと思いながら、まあ、今はその心配しなくても別にいいよと思って汚いままでいます。汚いままでいます。でも人呼ぶってなったらめっちゃ綺麗にする。一回ね、人呼んだのよ、友達とかメンバー呼んだんだけど、そうメンバー呼んで、呼んだっていうか急に来るってなって、ちょっと30分時間ちょうだいって言ってめっちゃ綺麗にしたから、もう物をうわーって、あ、人間と本気出したらこんなに綺麗にできるんだなと思った。こんな短時間で、あのね、捨てるのは苦手じゃないの。あの捨てようって思ったら結構ポンポン捨てるんだけど、ただただその残ったものを、まあでもあんまし収納がね基本少なかったっていうのもあるのよね。でも片付ける場所がないっていうのもあるんだけど、あ、ちょっと失敗してる巻き方、ちょっとうねって、マジで綺麗にしたから、そのメンバーが来た時はね、だから、汚いとこも見たかったって言われた、汚い部屋も気になってたのにって言われました。そう、汚い部屋ちょっと鏡で見てないからちょっと負けてんのかよくわかんないな。多分私の汚れてるって例えば、難しいけど、目いた目いた目が痛い、ゴミが入った。多分床に汚れがついてるとかじゃなくて、ただただ物なんですよ。そう、でも床に汚れがついててブラッシングしないととかじゃないっていう話でした。みんなは綺麗好き？でもさ、常にこの部屋が綺麗な方って多分いるじゃん、綺麗好きで。どういう生活してんだろうってすごい気になる。常に綺麗な人いるよね。あ、飲みかけのペットボトル放置とかそういうことはしないんだよね。なんかあの食器洗いもちゃんとするし、そういうことはしないそういうことはしないんだけど、なんか衛生的にうわみたいなことはあんましないんだけど、そう、ただただ物をしまうのが苦手。そうだよね、まめに掃除するんだろう。私ね、最近自分の性格を分析して分かったことがあって、完璧にしないと気づかない。なるほどね。私こう物とかも本当に一瞬で物なくすんですよ。例えば携帯さっきこういじってて、あ、ちょっとあれしないとこうどっか置くじゃん、あれ携帯ないってなるの、その場から立ってないのに。で、昨日もギター弾いてて、でギター弾いててチューナーを出したんですよ。でチューナーを使う前に、あ、ちょっとあっと思ってチューナーを置いたので、置いて、よし、チューナーでチューニングしようと思って、あれチューナーないってなって、
その椅子から座ってない、立ってないのにね。で気づいたらギターのケースの中入ってたんだけど、私気づいたことがあって、私ってこう行動で例えば、はい、今からハイライトを取ります、じゃあハイライト置きますってこの工程があるじゃないですか。その工程の8割までしか記憶がないんですよ。あ、ハイライト使わなきゃと思ってハイライトを取るじゃん。でこうハイライトを使うじゃん。でその普通だったらこうポーチにしまうっていう工程をして、この ハイライトに対しての工程は終了だと思うんだけど、私は使うところら辺までは記憶があるんだけど、その後の記憶がないんですよ。基本的に無意識にやっちゃうの、あとはそう全部ね。でこうやってやったとで、ああできた、うまくできた、うまくできたって思って、あのそのまま記憶がなくなるからすぐ物なくすね。でそれで最近、最近じゃないんだけど失敗したのは、一回舞台出るときに、私腕にこう今はブレスレットつけてるんだけど、紙ゴムをよく、女の子ってあるあるだと思うんだけど、紙ゴムをここにつけるんですよね。で本番出る前に、あやばい紙ゴム取らなきゃと思って、私こうやって取ったまでは記憶があったのねで取ったで、あ取んないとと思って取ったって思ってて、で本番にあの薙刀を最初に振るんですけど、絶対嫌ですってペーって言ったら紙ゴムがついてたので、えっと思って、え紙ゴムさっき取ったのに手についてるんだけどと思って急いで取ったんですけど、多分あ紙ゴムついてるやばい取んないとと思って取ったことに満足して、そのままこっち側につけてたんですよ手を。あ怖くないですか、もう自分でやばいやっちまったと思って、ちょっとそういう失敗をしてしまったっていうね。怖くないですか、だから気をつけないとって思いました。そう、そのまんま次のもう一個の手にこのままつけてたんだと思う、無意識で。もう取ったことに満足してたから私は取ったもんだと思ってたんだけど、そうそうなんですよ、怖ーっ、あ髪ゴムついてると思って、絶対つけちゃいけないような時代背景なのに、そうマジ焦った。たまにね、あります、だからマジで怖い。そうあるでしょ、そうそう、意識が8割しか持たないの、集中力ないから、基本的に集中力ないからさ、もう8割しか集中疲れちゃうんだよね途中で、多分そのああもう次のこと考えちゃうんだと思う、多分ああそうやこれしないとみたいな、だからもうその今持ってるものに対しての注意が違うとこに行っちゃうから、その持ってるものに対しての最後のその奥なのかポーチにしまうってところまで意識がいかないんだよねってことを理解したから、ちょっと改善のことできる、意識して改善することができるということで、自分ができないことが分かったということなんでね、ということはそれを気をつければいいということなんだから、いい、よかったよかった。あ、基本あと私服すぐ汚します、服マジですぐ汚す、自分でも本当に嫌になるくらい綺麗に服汚してきます、あーってなる、あそういう感じ今日の汚し方っていつも思う。あでもなんかそうセリフはそういうのは全然覚えれるし、なんかそう、そういうのはできるんだけど、本当に服すぐ汚す私、あとそう自分の欠点、本当にすぐ服汚すんですよ。最近の汚し方は、電子レンジで作ったシチューを食べようと思って温めたんですね、前日に作ったシチューちゃんを。でその時白いパンツ履いて、白いパンツっていうのはジーパン履いてて、で、まあ、その日もうお仕事で行かなきゃいけなくて、数十分後にね、でシチュー温めようと思って温めて取り出して持つじゃん、で扉閉める瞬間お皿に当たってバーンってなって、ズボリチャチャチャってかかりました。でももういいやと思って、そのまま出ちゃった。で汚したり、あと前舞台の方と出かけた時に、大人みんなでソフトクリーム食べたんですよ。ソフトクリーム食べてて、私だけコンピラさん行ったの、コンピラさんにみんなで行って、でコンピラさん行って、コンピラさんのソフトクリームをみんなで食べてたのね。で私だけね
なんかうどんみたいな巻き方してるソフトクリーム食べたんですよ。そう、ただなんかそれが異様に溶けるの早くて、でももう私があやばいかもと思った時にはもうそのあんたのソフトクリームがブワーってなって服にジュワーってソフトクリームがかかってみんなにあってなりますなったけど、ちょっと皆さんね優しい方ばかなんで、あのおしぼりを取ってきてくれてでもなんかそう取ってきてくれてどうにかなったんですけど、すぐ物を服を汚すという私のポイント特徴でした。あと結構そういうこと多いんですけど、でそれで怖いのが自分は意外と冷静なんですよね。なんかパソコンが割れた時もさ、多分普通私の逆に母は真逆で、すごい「あっどうしよう!」みたいなタイプなんだけど、多分お父さんがねすごい落ち着いてるタイプで、お母さんと真逆で、そうお母さんは逆にいつも「えどうしよう!」「やばい!」「やばい!」は言わないわ。あ、どうしよう、どうしようどうしようみたいな、もう何してんのみたいな感じのタイプだけど、逆に私は相当なことをやらかしても1秒はね残念、1秒はうわやっちまったと思うの、わやっちまったって1秒は思う、それをやった瞬間の1秒は思うんだけど、その後はなんか逆に変にあ、まあもうしょうがないなって冷静になっちゃう。最近もまたやらかしたエピソードがもう1個あって、ちょ写真を見せるね。1日の中でおとなしい時、あるあるある寝てる時よ。最近の私やらかしたエピソードが、結構大事な DVD を持って帰ろうと思ってカバンに入れてたのね、 DVD を。で普通の人だったら割れないようにとか考えると思うんだけど、そういうことを考えるのがちょっと苦手だからめんどくさくて普通にカバンに入れてたんですよ。もうどうにかなるしちゃうと思ってね。そしたらそしたら見ていただけたら分かると思うんですけど、このようにですねバラバラになってました。イエーバラバラになってました DVD がカバンの中で。それも見た瞬間はあっと思ったけど、はあ、しょうがないかってなって急いでその DVD のとこに電話して、まあどうにかなりましたけど、まあどうにかなることだからよかったよね。え、こんなにね割れることってあるのって感じじゃない、本当にこんなに割れるって思ったんですかも、こんな割れるって思ってカバン入れて、私そんなにカバン変な風に扱ってたかな。一日の中で好きな時間はご飯食べる時間、で、ここを外側に巻く。もうちょっとここが伸びてくれたらこうやってできるんだけど、まだそこまでの長さはない。こんなに割れるんだね、物ってね。びっくりこいたよ、20日は。もうびっくりこいた。でもみんな誰しも苦手なことあるよね。私のお姉ちゃんもねしっかり者に見えて結構やらかすタイプだからね。そう、私お姉ちゃんよりしっかりしてるか。お姉ちゃんは結構ね、私のやらかしはね、私が人、うん、いや今は運がいいだけかもなんだけど、私のやらかしは、まあ、まあ例えばお金を払ったら自分で解決できることとか、なんかまだどうにかなることが多いと思うんですよ私って。はいなんかまだ自分で解決できることが多くて、でもお姉ちゃんは結構で、なんか別にあれなんだけど、姉はみたいな間違いをする
なんでそれ間違えたのみたいなことするの。そうだからちょっとね、妹だからね、心配よね。まあ、こんなこと言ってんのにバレたら怒られそうだけど、あ、ね、私は妹ながらに心配よ。もう例えばで言うと、まあ、姉今無事まあ就職、まあ、してるんだけど、その今就職、まあ、今やってるそのことにこう面接とか、もうその試験、まあ、面接その試験に行かないとダメ、もう入れないよっていう試験とかあるじゃないですか。そうの時の会場を間違えるっていうね会場を間違えるみたいな、何してんのって感じでしょ。会場間違えて、あ、会場間違えたってなって、まあ、一応急いで向かって、まあ、遅れたんだけど、遅れたのかな、わかんない、結局ちょっとまあ一応間に合ったのかね、ギリ、まあセーフだったかな、それはセーフだった、無事。でもさ、なんで間違えるのもうっていうやらかしをよくする。多いのね、そういうやらかしが多いね。なんか私は物系が多いかも。物を壊しちゃうとか、恋じゃないよ、そう、恋ではないよ、もちろん、もちろん恋ではないんだけど、わざとじゃないんだけど、マネは結構そういう場所を間違えるとか、締め切りを間違えるとか、そういうの俺結構大事な締め切りとか間違えるあの試験の締め切りもう過ぎてたって結構よく言ってるイメージ。怖い怖い、気をつけていきましょうね、皆さんも。面接とか真顔のままできるよ皆もさ、そういう失敗談とかあるでしょ。うわー、やっちまったとかあるでしょ。私の失敗談を笑ってる皆さんもあるでしょ、そういうこと。実はあるでしょ。実はあるでしょ。なんかこれ髪の毛が、はは、2年生の教室座ってたの、おもちろあるよね、教室間違いがちだよね。明るすぎじゃない？ちょっと明るすぎ、ちょっと窓がこっち側にあるからちょっと明るいんだよね。遊んでる。チケットを忘れたことはありません。ある。反対方向歩いてた。あ、そういうことはとかもたまにあるな。なんか別に急いでる時じゃなかったからよかったけど、向かっってる方と真逆歩いてて、あれって しばらく歩いてマップ見たらちょっと離れてるんだよね、自分の位置が。あれ、おかしい、きつく。でもあんま私まだお仕事とかで特大の失敗とかはしたことがない気がする、ない気がするな。なんか電車間違えてお仕事に大遅刻とか、そういうのは今んとこはない気がする。ただパソコン壊したりとか、そういう DVD 壊したりとか、プライベート的なことで結構いろいろ壊したりはするね。でも迷子はね、意外となんない私。そうか、そういうなんか、
意外にそういうのが大丈夫なんですよ。電車とかは大丈夫。そう、電車で乗り間違いとかもあんましない。まあ人間なんであるはあるんですけど、そういうのはそんなに、ね、苦手じゃないんですよね。今やります。確かに運転したいと思ってたけど、そう、怖いね、運転怖いね。もう超ゆっくり行こうかな。免許取りたいけど、全然怖さの好きじゃないよ。ピッと、全然怖さの好きじゃないからね。勘違いしないでいただきたいのは、壊したくて壊してるわけではないということだ。この耳毛の横を巻いていきます。あー、メガネかけながらメガネ探してるってことある？あるある。あ、なんかよく聞くわその間違い。改札でポンタカードかざして挟まった、切符のところに入れちゃったってこと。あ、新幹線の乗り過ごし2回ある。でもそう、でも言ってね、乗り過ごし、そう、乗り過ごしあるわ。無理そう。ねえ、新幹線。あれはもう爆睡しちゃうとさ、ほんとダメだよね。あれ？いや、あれ？って一瞬時止まる。間違えて疑い以外をしてしまったり。はにゃ？星を間違えるな。お、どう？ちょっとぽくなってきたけど、ちょっとここが平坦すぎるから、ちょっと頭頂部もうちょっと盛り上がってってね。綺麗ですね、やっぱり綺麗ですね、やっぱり。人生の選択もゆふっちゃう。あるよね、そういうことも。光を当てて大女優みたいになってる？みたいじゃなくて、そうさ、お出かけはしないんですけど、せっかくメイクしたんで逆にしたくなってきますよね。ちょっとお買い物でも行っとくか、近くの。さ、でっかいショッピングセンターの駐車場ってさ、どこ置いたか分かんなくなりがちじゃん。一回家族と、一回結構昔に、もう私が小学生の時とかに、どこ置いたかみんな分かんなくなって、ただただひたすら屋上の駐車場歩き回って探したことあります。母ちゃんの口癖、うがい手洗いにんにく卵を、あー母ちゃんにゃかなわない。
ラーメンのっけてなかった。ペッペペペペペペ。ひたすらひたすら自分の車どこかなって。そう、わかんなくなるんだよね。グリップもぼかしたい綿棒で。なんかもう光がすごすぎて発光してる発光してる。発光してるよ。私が光合成してる。まんまんまーまんまんみーやまんまんみーや。ラーメン食べた。よかったね、ラーメン食べれて。運転しながら見るね。食べてよ。音声だけにしてね。画面見たら事故るから。え、初押しになります。嬉しい。初押しになりますって書いてくれてるのが嬉しい。よくさ、初押しになっていいですかって聞いてくださる方いるじゃないですか。嬉しいんだけどさ、いや、なっていいですかって聞いてるってことはまだなってないってことじゃん。押しってさ、気づいたらなってるものだと思っちゃうやんだから嬉しい。なっていいですかじゃないことが嬉しいで、大体なっていいですかってコメントしてくれる方って次の配信いないんだよね。おかしいよ。いいよって言ってるはずなんだけど、許可だけ取っていなくなるみたいなさ、なんか撮影許可だけ取って撮影しないで帰る YouTuber みたいなことするやんあれ何なんですかね。あれ私ほんと不思議なんだよな。あれ不思議な、不思議な七不思議なんですよね。そう、七不思議なんよ。ジーナさん卒業公演会いたかったな。みんな許可だけ取る。納豆体に良き。納豆美味しいよな。私も大好き。ちょっとオイルを持ってきたいな。私のこと自意識過剰やって。ちょっとこのヘアオイルを持ってきたい。いいですか、持ってきて。あ、ヘアオイルを持ってきても良いですか。いいですか。持ってきます。ヘアオイル。あれ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 、母ちゃんの口癖、うがい手洗いにんにく卵黄、うがい手洗いにんにく卵黄。あー、母ちゃんにゃん。ばあちゃん、母ちゃん、ばあちゃん、母ちゃん、ばあちゃん、母ちゃん、どっちだったっけ。嬉しい。20日のうちわをたにゃんでくれてありがとう。しゃしゃ
オーケー、カムサハムニダ。カムサハムニダってすごく語呂がいいと思いません？この言いやすさといえばナンバーワンだと。カムサハムニダ、言いにくいですね。勘違いだった。私一時期カムサハムニダっていうのにハマってて、いろんな人にカムサハムニダーって言ってたんだけど、なんでハマってたのかな。宇多田20日、前髪苦戦してる。前この前髪さ、インスタに上げたらさ、コメントで前髪面白いって言ってきた。どういうこと？え、私のこの前髪変かなと思ってお母さんに、えー、20日の今日の前髪変って言ったら、変じゃないよ、変じゃないよって言うから、自信持ってこの前髪しますイヤリングつけたいね、ここイヤリングつけたくなるね。ここになんか寂しくない？イヤリングないな今手元に、ないな。ちょっとだけ探してくる。前ラメ塗ろう。やっぱりちょっとさっき鏡で見たら、やっぱ画面越しでメイクしてるから、じやメイク濃いめだった、いつもより。そう、やっぱね、ちょっと濃くなっちゃう。画面で分かるようなくらいのメイクって結構濃いからね。でしょ、切らないでもいけたでしょ、前髪。天才でしょ、でしょでしょ、天才でしょ。そうなのよ、いけるのよ、意外に。あのね、前髪はね、こっちが好きっていう人とあっちが好きっていう人がね、ほんと人によって違いすぎて、好みの問題感が半端ないわ。じゃあちょっと一瞬、何しに行くんだっけ。あ、イヤリング探しに行くんだ。私のパピーの筆箱はどこに行ったかわからなくなってしまった。ゴロ悪い、行った、壊れてるんだよな。ドドドド、また思う、ぴょん、はい。おでっかい。ハッツのユニット曲？ユニット曲はないけど、出てた曲はあるかな。この中に、この中にマンもいたというのでな。こんな大きな金塊を、これがね、あるんだけど、一個壊れてんのよな。あー、でもあるだけで全然違うわ、印象が。あるだけで印象全然違う、あるだけで印象全然違う。水高さん、リガー星のやつ、花火。そ
このアクセサリーはシルバーアクセサリーの方が好きです。シルバーアクセサリーが好きかな。今イヤリング直してる。はっ、ペンチが欲しいところだ。いいんじゃない？あら、いいんじゃない？どうかしら？あら、いいんじゃない？あら、いいんじゃない？あら、いいんじゃない？あら、キャワイイんじゃない？プリティなんじゃない？はい、下 T シャツいい感じじゃない？本日は本当に配信に来てくださり本当にありがとうございます。そうですね。あ、今何時かな。あ、4時42分ですね。4時42分。私が始めたのは私が始めたのは3時半な、まあ、23分なので、まあ、ちょうど1時間くらい1時間くらい配信したので一旦終わりにしようかなと思います。あ、もしかしたらまたせっかくメイクしたので、さっきはゲリラだったんですけど、また夜配信してもいいんじゃないかと考えておりますので、ぜひその時は見てください。頭風に喋って、あら、スネッチも、あら、そうね、ちゃん今からフランスのパリにお出かけに行くわよ。ごきげんよう。ごきげんよう。はつかちゃん、綺麗で可愛い、ありがとう。ちなみに漢字は川夏目。初夏って打ったらすぐ出てくるから、ぜひ。いや、シメイクが終わったぜ。今日はイヤリングつけて、グッジョブ。ありがとうございます。配信を見てくれた皆様。ありがとうございます。完成形初スクショした？おほほほ、ハートに入っちゃった。ということで、いい感じに今日もメイクができたということでね、配信を一旦終わりにして、ちょっと夜も配信しようかな。夜も配信をしたいと思います。広瀬すずです。はい、ということで配信をしたいと思います。夜も8時くらいかな。あ、もうちょっと遅くなっちゃう。9時過ぎだと思います。多分やると9時過ぎですね。綺麗だね。知ってる。あ、ほんと。それじゃランキング読もうかな。ランキング読みます。13位、ちまさん、ありがとうございます。12位、まささん、
マサさん、マサさん、ありがとうございます。11位、シーチアン、シーチアンさん、ありがとうございます。10位、大地ハットマーク、UF、頑張ります、頑張ります、頑張ります。9位、スノーさん、スノーさん、ありがとう、スノーさん。8位、まさかずハットマーク、ふふさん、まさかずさん、まさかずさん、ありがとうございます。7位、どやりんちゃさん、どやりんちゃさん、ありがとうございます。6位、わさっぴさん、わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます。5位、よしひろさん、よしひろさん、よしひろさん、ありがとうございます。4位、ワッキーさん、ワッキーさん、ワッキーさん、ありがとうございます。3位、しんのすけ、アットマーク、イケメン。しんのすけさん、ありがとうございます。しんのすけさん、ありがとうございます。2位、ジアリング、アットマーク、シンガポール、ミューディー、チームエイトさん。ジアリングさん、ジアリングさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位は、まさくまさん。まさくまさん。まさくまさん、ありがとうございます。じゃあ、今日は、9時からまた配信するんで、夜見てください。どう？メイクの力を思い知ったか？ということで、これが私のメイクでした。じゃあまた会おうね。指切りげんまん、嘘ついたな、二千本のマス、指切った。それでは、またねー。また9時に会いましょう。バイバーイ。おやすみ。あ、間違えた。またね。